ご紹介いただきました東京女子大の星選手、岡田光橋と申します。よろしくお願いいたします。放射線を受けると、まあ非常に危険だというふうに言うんですけど、それはどういうことかというとですね、こういう DNA があるんですけども、これが、まあほこういうふうに DNA が切られるんですね。そうすると今はその DNA の傷っていうのをこうやって見ることができます。これは放射線をかけてない細胞では全くこういう傷がないんですけども、放射線をかけますと、こうやってポツ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 あるのが全部こう DNA の傷なわけですね。あれ？それでじゃあ傷はそのまま残ってしまって障害として残るのかっていうと、決してそんなことなくてですね、まあ、これは照射前で、照射して5分後、照射して2時間後っていうと、結構そういった傷がずっとこう残ってますけども、まあ、4時間経つと全部こう回復してしまうということがありますから、放射線を浴びたらまあ全て障害になるということではないわけです。それでじゃあその放射線によってまあ、どういうふうな傷ができるかということなんですけども、当然放射線が多い場合と少ない場合と中間のことで違いますし、で、まあ、放射線が非常に多いと、もうこのまま細胞は死んでしまいますから、まあ後にいろんな影響は残さないということですね。で、まあ、少ないとですね、まあ、回復してしまいますけども、一部にまあ染色体の異常だとか突然変異をまあ起こしてくるということになります。まあ、一番問題なのは、まあ中くらいのその線量を浴びたときにどうなるかということですけども、まあ当然細胞には今言ったようにその回復能力がありますから、細胞の分裂を止めてまあ修復を図ります。で、うまく修復できたときにはまた元通りにこう増殖をしていきます。ところがうまくいかないとまあ死んで、まあ体から排除されてしまうということですから、まあ基本的にはまあここのごく一部に残ってくるこの染色体の異常というのがまあ問題になるわけです。それでじゃあその全身に放射線を受けたときに、まあ、どういったことが起こってくるかということなんですけども、これは1回にですね、全身被曝をしたときにということですけども、基本的にまあ500ミリシーベルトまでは全く影響がありません。で、まあ、1000ミリシーベルトから、まあ、2500ミリシーベルトぐらいになってきますと、まあ、白血球は減ったり、まあ、嘔吐が出たりというようなことが起こってきます。で、問題になるのはやっぱり5000ミリシーベルトを超えると、まあ、いろんなこう影響がまあ出てくるということになるわけです。それでじゃあどういった影響が出てくるかということですけども、まあ、こちらに被曝を受けてからの日数が出ておりまして、こちらに被曝線量が書いてあります。で、どうなりますかというと、一番大きな線量を浴びたときというのは中枢死ということで、これは神経細胞が直接にやられてしまいますから、まあ、これ見てもらっても分かるように、まあ即死というような形になってきますけども、そのもう少し線量が少ないと今度は腸管死という線量になって、死に方になりまして、まあこれはまあ1週間ぐらいかかるということになりますし、まあ一番線量の少ないところでのまあ骨髄死ということになりますと、まあ1ヶ月も3ヶ月も2ヶ月も経たないとなかなか死亡しないということになるわけです。じゃあどうしてこういうことが起こってくるのかということなんですが、要するに我々が放射線を受けたときにですね、すでにもう成熟しちゃってる細胞っていうのは障害を受けません。何が障害されるかっていうと、一番元になってるですね、こういう幹の細胞が障害を受けます。まあ、これはそれぞれの血球がどうやって分化してくるかということを見てるわけですけども、我々の血液の中を流れてるのはこういった分化した細胞ですから、これが障害を受けることはないわけですね。したがってどういうことが起きるかっていうと、工場での生産がストップするわけですね。そうするとすぐには例えば品薄状態っていうのはありませんので、だん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 とその流通で使われていきますと、だんだん生産が止まるから品薄になっていろんな症状が出てくるということで、さっき言ったように1ヶ月とか2ヶ月を経たないと骨髄っていうのは死んでこない、骨髄っていうのは起こってこないということなんですね。で、赤血球っていうのは、寿命が、まあ、大体こういった4ヶ月、3ヶ月ありますので、なかなか貧血になることはありません。まあ、白血球だとか血小板は少し寿命が短いですから、まあ、1週間ぐらいになると少し減ってきて、それがだんだん経って感染症やなんかを起こしてくるためにはまた1ヶ月ぐらい必要になるということで、少しそのずれがあるわけですね。じゃあ腸管死っていうのはどういうことかっていうことなんですけど、これも皆さん皮膚やなんかに傷つけたときに1週間ぐらいすると治りますよね。で、これ腸の上皮っていうことで、ここから栄養を摂取してるわけですけども、この上の方の細胞っていうのはもう分化しておりますから、先ほどの細胞と同じようにここが障害をされることはありません。で、腸の上皮っていうのはここで線化細胞してこの底のところで細胞を作って、どん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 これを上に押し上げていくわけですので、障害を照射を受けた時にはここの工場が打撃を受けるだけで、こちらはやられませんので、ここからだん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 寿命で剥げ落ちていくのが
時間がかかって、まあ、大体1週間ぐらい経たないとこれが全部丸裸になるということはないということで、まあ、1週間ぐらいにそういう栄養障害なんかで亡くなるにはそのくらいの時間が必要になるということになるわけです。それで、先ほどその確率的な影響については、まあ、大橋先生お話になりましたけども、放射線を人体に受けたときにはその確率的な影響と確定的な影響があるということを理解してください。で、先ほど言いましたように確率的な影響というのはですね、まあ、100ミリシーベルトあるいは200ミリシーベルトを超えるとですね、これリスクが、こうだんだん増えていく、確率が増えていくわけですけども、ここから下の部分というのは科学的なエビデンスがありません。ところがですね、もう一方の確定的な影響というのはどういうのかというと、もうほとんどの影響ですね、皮膚だとか骨髄だとか腸管とかってこういうものです。で、こういうものはこちらに線量を取って、こちら先ほどはリスクですね、10万人の人が何ラド浴びると何人できるのかというリスクだったんですけども、こちらに関しては重症度ということになります。で、この確定的影響というのはですね、ある線量までは全く影響がありません。で、ある線量を超えたところからずっとこう出てきますけども、これはリスクが上がるのではなくて重症度が増していくということになるわけです。で、ここにある線量まで出てこないということは、まあ、敷地があると。逆に言うと、ここの部分というのは回復がありますよということを言っているわけですね。それで、じゃあその線量が増えていったとき、皮膚はどういうふうになっていくのかというと、まあ、こういった重症度が増えるということで、まあ、線量が少ないときにはこうやって発石で赤くなるだけですけども、こんな赤くなってきますけども、線量が多くなるとこうやってヴィランになったり、あるいはこう潰瘍になったりという形になって、まあ、線量によって重症度が増えていくということになります。で、まあ、今回の福島 の事故ではですね、こういった確定的な影響って何も起こっておりませんので、まあ、今後も全く問題ないということになるわけです。それで、まあ、一番心配なのはやっぱり胎児に対する影響ということになるわけですけれども、胎児というのは皆様ご承知のように、こう最終月経からこう数えていくわけですけど、受精があって子供が生まれるまでということに分かるんですけど、どの時期でですね、その胎児が被曝をしたかによって影響が全く違います。で、受精してですね、着床するまでに2週間という時間が必要なんですけども、もしこの時にですね、受精卵が障害を受けた場合というのは、これはオールワンなんですから、障害を受けた受精卵は全て流産してしまいますので、ここで妊娠が継続している場合には全く受精卵は問題ないということになります。で、2週間から8週間の間で、まあ、一番この時にですね、いろんな器官が、器官形成期していろんな臓器ができてくるわけなので、まあ、ここの時に被曝を受けると、まあ、奇形が出たり何かするということにこうなっていくわけですね。でも胎児期になるとほとんどは問題ありません。ただしちょっと神経細胞の発達が少し遅いものですから、少し後ろの方でその神経の発達遅延とかそういうことがまあ起こってくるわけです。それで、まあまあ、今言いましたことをこう表にしますと、まあ、その着床前期の場合にはまあ全てまあ死んでしまうから問題ないですよと、まあ、一番怖いのはこういった気管形成期に被曝を受けたときに、まあ、奇形が出てくるということになるわけですね。まあ、発芽に関してはまあどの時期でも起こるわけですけども、ところがですね、まあ、いろんなことが心配されていますけども、放射性要素によって甲状腺に取り込まれたことによって甲状腺がんが増えているということはこれ間違いないんですね。まあ、チェルノブイリでも6000人の人が甲状腺がんになりました。ところが甲状腺がんというのは非常に穏やかですから、そのうち亡くなった人は9人しかいないんですね。まあ、そういうことになります。それから奇形に関してもですね、まあ、ほとんどいろんな奇形が出るというのをお考えかもしれませんけども、小凍傷以外に全く出ていません。それからセシウムに関してはですね、セシウムによる奇形だとか発がんというのは今までに報告をされていません。それで、じゃあその放射線被曝がなんで怖いのかというと、まあ、ここに書いた3つだと思うんですね。放射線を受けたときに自分が放射線を受けたという自覚がないということと、それから受けたときにすぐに何か症状が出てこないと、しばらく経ってから出てくるから、これが放射線のせいかどうかというのはなかなか分かりにくいということです。それからもう一つはですね、例えば風邪をひくと熱が出て喉が痛くなってって、いうことになる、そういう症状があるんでしょうけども、放射線被曝に関しては特異的なまあ症状がないということで、この症状が放射線の影響かどうかというのはなかなか分かりにくいというようなことで、まあ、放射線被曝というのは非常に恐れられているということになるわけです。それで、じゃあ今までちょっと放射線の悪い面をお話ししましたけども、これがまあ医学にどういうふうに利用されているかということをお話ししたいと思います。まあ、放射線の医学利用に関しては3つに分けることができます。1つはまあ画像診断ということですね。胸の写真を撮ったり、それから CT を撮ったり、それからまあそれを治療に使ったりという、こういう問題と、あとは核医学ですね。これは放射性物質をですね、診断に使ったり治療に使ったりするということです。それからまあ放射線治療に関しては、まあがんの治療にこう用いるという、まあこういう3つで放射線というのは医学に役立っているわけです。
それでじゃあ X 線と放射線とのどういうその、性質を使って診断をしたり治療をしているのかということなんですけども、診断の放射線というのは非常にエネルギーが低いですので、原子番号だとか密度のだとか厚さによって、まあ、これその吸収したり透過したりということをしています。で治療になりますともっとエネルギーが上がってきますから、これはあの散乱というもの、散乱線を使って治療をしているという、まあ、こういうふうに大きく分かれているわけです。それでそのじゃあ X 線写真が黒く見えたり白く見えたりするのはどういう結果かって、さっき言いましたように X 線の透過性がいいか悪いかで、放射線が透過してきますとフィルムを黒くしますから黒く見えるわけですね。放射線が透過してこないとフィルムを黒くできませんから白く見えるということになっているわけですけども、人間の体にはいろんな臓器がありますけども、大きく分けて4つにしか分けられません。1つは骨ですね。それから水はこれ筋肉だとか軟部だとか全てここに水のになります。それから脂肪と空気というこの4つを、まあ、区別していることになるわけです。でこれはまあ胸の写真で皆さんご承知のように、まあ、こういった骨っていうのは骨で X 線が吸収されちゃいますから、フィルムまで X 線が到達しないのでこうやって白く見えてくると。ところが肺は空気ですから、空気っていうのは非常に放射線が通過してきますから、こうやってフィルムを黒くするという、まあ、こういった違いを利用して写真を撮ってるわけですね。ところがまあお腹に関して見ますと、先ほど言いましたようにほとんどが軟部、水の臓器ですから、なかなかこの分かりにくいと、まあ唯一こういった腸管のガスだけがこう見えてくるという、まあ、こういったことになるわけです。でもっとその細かいし要するに吸収値の差を見ようということで開発されたのが、まあその X 線 CT ということですね。まあ、こういった今はぐるぐるっと回ってベッドが動くことによって1回で、まあ、2分ぐらいで全身が取れてしまうということになるわけですけども、まあ、これがその CT の原理です。で、まあ、皆さんも見たことがあると思いますが、こういう写真とこういう写真があるわけですね。でこれどういうものかというとですね、まあCT の場合には CT 値って X 線の吸収の非常に少ないものをマイナス線として、吸収が強いものをプラス線として2線にこう分けて、その間をグレースケールで見てるわけですね。でこの写真はどうやって見てるかというと、南部を黒から白に分けようということで、非常にこの南部のところで黒と白とこう分けているわけです。したがって、まあ、こちらでですね真っ白に見えちゃうようなものがこの中ではこう差が出てくるということになります。ところが、まあ、こういうので見ますと肺は真っ黒になっちゃいますので、こちらの場合というのは非常に広い範囲を黒から白に分けようとして病室しますと、こういった肺の中の血管だとか脂肪もこうやってこういうふうに見えてくるという、まあ、こういった原理を使って診断をしているわけです。で、まあ、いろんなことが今できるようになってまして、まあ、コンピューターでいろんなことをしまして、こうやって3次元だとか、まあ、いろんなことを今して診断をしているわけです。それから、まあ、立体的なこういった画像も、まあ再構成することができますし、それからこれはですね、気管支鏡というのでカメラでずっと中を覗いていくと、気管支がこうやってこう分かれているのが見えるわけですけども、これも CT で全くこういう仮想内視鏡というようなことでこういうのを見ることができるようになっているわけです。それからそのインターベンショナルラジオロジーというのはですね、今の診断の装置だとか技術を使って、まあ、治療を行ったり、あるいは組織の一部を取って調べるということで、まあ、これは血管の中でですね、いろんな血管を詰めたりとか、あるいは広げたりとか、それから塩を詰めちゃったりとかっていう、そういったものと、それから血管外ですね、胆のうだとか、それから石を取るとかって、まあ、そういうふうなこういったノンバスクラル IVR っていうのとバスクラル IVR っていうのがあるわけです。それから次に今度は核医学ですね。核医学診断っていう、これは放射性同位元素を使って、そこからガンマ線を出してですね、そのガンマ線が出てくるところがどこかということで調べるわけです。まあ、これは骨神地グラフィーと言われているもので、骨に集まっていて、まあ、非常に強く集まっているところが、まあ、がんの転移だということになるわけです。で、最近皆様もご承知のように、そのペットっていう、ペット CT っていうのがあると思いますけど、ペットっていうのはですね、これはブドウ糖の代謝を画像化したものです。で、まあ、分かりやすく言いますと、がんっていうのはですね、非常に甘党だって覚えてもらえばいいわけですね。したがってがんのところにはこうやって強く集まってくるということになります。ただこれだけだとですね、これがどこに集まってるか分かんないわけですね。したがってペット CT と言われているものは、このペットの画像と CT とをですね、融合して見てみるということになるわけですね。これペットの画像と CT と一緒に重ね合わせると、例えばここなんだろうと思っても、これはまあ膀胱におしっこが溜まってるだけだっていうようなことがこう分かってくるわけですね。まあ、こういった画像、要するに代謝の画像と携帯画像のまあ融合というようなことがまあできるようになってきたということになります。それであとはですね、これ微量物質の測定というのもですね、放射線を使ってやっています。で例えばですね、これここに
例えば血液の中にですね、微量の物質があったときにですね、それに放射能をつけたものを一緒に混ぜてですね、抗体にくっつけてあげますと、まあ、これその物質がどのくらいあるかによってここにくっつく割合が違うわけですね。したがって上の方法でいきますと、その微量物質が多ければ多いほど全体の、あのトータルのですね、カウントが減ってくるということになります。で、今度はこっちは逆にですね、サンドイッチ法ということで、先に未知の物質を抗体にくっつけておいて、これの抗体に RI がついたものをこうまたくっつけてある、まあ、サンドイッチのようにこう挟むということで、まあ、こういうふうな測定法もあります。こういう測定法の場合には、その未知の物質が多ければ多いほど、まあ、放射能カウントがまあ上がってくると、まあ、こういった方法で非常に微量の物質を計測することがまあできます。まあ、これにもまあ放射線が利用されているということになります。それからその体内分布だとか細胞内の分布についても全く同じようなことができますし、これはあのマクロオートグラフィーということで、ネズミ1匹をですね、このブドウ糖がどこに集まっているかというのをブドウ糖を投与してですね、アイソトープについたブドウ糖を投与して、こうやって切片を切ってこうやって写真を撮っていることですし、それから細胞についてもその抗体が抗原がどこにあるかというようなことで、抗体を先に打っておいてですね、それに放射能がついてますから、こうフィルムを取るとかって黒く見えてくるというようなことになるわけです。それで、まあ、最後にそのがんの治療のことになりますけれども、最近、まあ、あの高齢者が増えたということによって、非常にがんが増えてきています。で、まあ、高齢者ですから、やはり侵襲的なことよりも、まあ、体に優しい治療ということで、まあ、がんの放射線治療を受ける患者さんが、まあ、非常にこう勢いでこう増えているのが、まあ、現実です。で、実際にどういうがんの患者さんに放射線治療が行われているかということですけれども、まあ、こちらから、まあ、これ脳腫瘍ですね、それから頭頸部がん、まあ、喉のがんですね、それから食道がん、それから肺がん、それから乳がん、まあ、非常に乳がんが非常に増えています。それからまあいろいろありますけど、もう一つ増えているのはこれ前立腺がんですね、前立腺がんに対する放射線治療がまあ増えている、まあ、こういった、あらゆるがんに放射線治療というのは、役立つわけです。で、じゃあ放射線治療はどうやってやるのかということなんですけれども、まあ、放射線をかけると当然正常組織も腫瘍組織も同じようにやられるわけですけれども、まあ、この差を利用してあげるということですね。ですから治療するときにできるだけその腫瘍の方は効きやすくしてやって、正常組織の方は効きにくくしてやると。で、この差がなければここまでかけても障害はまあ出てこないということになるわけです。まあ、こういったいろんな工夫をするということで、まあ、今日ちょっと時間の関係で下の方についてはお話ししませんけれども、まあ、最近その非常に機械が進歩したということで、がんにだけ線量を集中することがまあできるようになってきたということになるわけです。で、まあ、実際にまあ放射線治療というのは場所を決めてコンピューターで計算をして治療器を動かしていろいろ治療するという、まあ、こういったあの経緯を踏んで治療が始まっていくわけです。で、例えばですね、これはあの専門がんって喉頭がんです。で、喉頭がんというのは本当にこんなちっちゃいものなので手術すれば 100% 治ります。ところがこれと喉を取っちゃいますと、まあ、声が出なくなるということで、まあ、放射線をかけると、まあ、ちょっと火傷の跡は残ってますけども、きれいにこう治っていくということです。で、食道がんに関しても非常に大きな手術になりますので、まあ、こういうがんも、まあ、放射線と抗がん剤を使うともうこうきれいに治せるという時代になったということになります。それで先ほどその線量を集中する方法って、まあ、いろんな方法がこうありますので、この辺をちょっと順番に簡単にお話ししたいと思います。で、まあ、高精度放射線、ピンポイントで放射線治療をするということと、それからまあ濃度を変えながら治療すると、それからあの非常にあのピンポイントでやろうとすればするほどですね、4次元的に、まあ、時間によって動いちゃうと困りますから、そういった4次元治療というようなことが、まあ、こういう画像支援放射線照射ということになっていくわけです。で、まあ、例えばピンポイントというのはですね、回転中心のところに病巣を持ってきていろんな方向からまあ照射をしてあげればいいということで、皆様方知っているものだとするとガンマナイフというのはご存知だと思いますけれども、まあ、ガンマナイフではなくてこういった普通の放射線治療装置でも同じようなことができるわけです。で、例えば、まあ、あのこういう気管支、中枢側の気管支ですから、こういうところにがんができると片肺取らざるを得ないわけですけれども、今みたいな方法で、まあ、ここのところを治療すると、まあ、完全にきれいに治る、消えて治るということになります。それから、まあ、この患者さんは鼻の奥のところにこうがんができてきまして、この人は前に他の病気でここのところの放射線治療をしておりましたので、あのまた全体にかけるわけにいかないということで、まあ、こういういろんな方向からここのところをピンポイントで、まあ、治療をするということになるわけですね。そうするとこういったがんが、まあ、消えて、まあ、この人も5年以上経ってますけども、きれいにこういうふうに治るという、まあ、いわゆるそのピンポイント治療というのができるようになってきたということです。それから肺がんに関しても全く同じで、こういう末梢の肺がんに関してはここのところだけそのターゲット、いろんな方向から、当てて
治してあげるというようなことができるわけですね。で、まあ、これ一例ですけど、こういったがんがですね、だん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 とかってこう崩れてきて、少し放射線による肺炎というか肺炎症が起こりますから、少し線状っぽくなりますけども、こういった支流はまあ消えていくということになって、これは今日本ではですね、12グレイというのを4日間かけることによって、まあ手術とほとんど変わらない成績というのが得られています。それから今までの方法はですね、ちょっと今見せたように照射の中というのはこう均等に照射してたわけですね。全く同じようにですね、同じようにこうかけてたわけですけど、これだとですね、その中に当てたくない場所があっても同じように当たってしまうわけですね。そこで今度は濃度を変えてですね、照射をすると。で、まあ、いろんな積み木をこう積むように照射をしていきますと、こう山があったり谷があったりということになりますから、当てたくないところをもう谷に持ってきてあげれば照射ができるようになるわけですね。したがって今もしこういった診断で、この綺麗な女性のような黒いところにがんがあって白いところにはがんがないと、こういうようなもし診断ができたら、こういう強度変調放射線治療を使ってですね、まあ、こういう治療ができるわけですね。したがって今、まあ、診断がまだこの領域まで来てないということで、まあ、放射線治療の方がまあ一歩逆に進歩してしまったということになるわけです。で、まあ、これもう少し喉のがんで言いますと、左右から同じようにかけますと、ここはもう全体に放射線が当たってしまいます。したがってこれ脊髄だとか、それから唾液腺なんかに放射線が同じように当たっちゃいますから、後で口内乾燥症ができたりしてしまうということになるわけですけども、まあ、これを先ほどの IMRT という方法でやりますと、まあ、こういう唾液腺も当てないですし、それから脊髄も当たらない、それから反対側のリンパ腺は予防的に当てればいいので線量も減らせるという、まあ、こんなことがまあできるようになったわけですね。それからもう一つ、その今新聞やなんかで話題になっているその重粒子線ということですね。それから炭素線とか陽子線というのは何がいいのかというと、今まで使っている X 線というのはずっと中までこう入っていっちゃうんですね。したがって後ろ側になんか当てたくない臓器があっても同じように当たってしまいます。ところが炭素線と陽子線というのはあるところでピタッと止まってしまいますから、腫瘍がここにあると後ろ側には放射線が当たらないということになるわけです。それともう一つ、じゃあ炭素線と陽子線はどっちがいいんだいという話になるわけですけれども、生物学的な効果は同じような線量を当てたときにどっちが効果がいいかということになりますと、 X 線を中心に考えますと、まあ、陽子線、炭素線は線量分布はいいと、で生物学効果が炭素線の方がいいということになりますから、まあ、今では炭素線が一番いいということに、まあ、理論的にはなるわけですね。で陽子線に関しては子どもさんの時に非常にいいということになります。でっていうのは奥に全然こう入っていきませんので、ここでスポンと止めることができますから、後で顔や何かでも変形を残さずに治すことができるということになるわけです。それから今のは外から放射線をかけてたわけですけれども、今度中から放射線をかける方法ですね。これは密封して、ガンマ線を出す宣言を、例えば舌がんだったらこういうふうに井桁のようにこう打つわけですね。そうするとこれ、5日ぐらい入れておくと、もうきれいにこう治ってくると。それから前立腺に関してもこういった宣言をずっと入れっぱなしにしてしまうということで治せるようになってきたということですね。それから今のは組織の中に直接打ち込むわけですけども、子宮頸がんだとか、こういう気管っていうのはその気管そこへ宣言を置いてくるだけで済むということで、例えば子宮頸がんなんかですとこんな大きながんがきれいに治りますし、それから気管支がんに関してもこうきれいにこれが治るということになるわけです。それからもう一つ、核薬を使った治療ということなんですけども、これは皆さんも心配した放射線要素というのは、まあ、甲状腺にこうやって集まるわけですけども、甲状腺がんの肺底に対してこの放射線要素を使って治療をしようということです。で、こういうここによくちょっと濃くてはよくわかんないですけど、こういう肺底がいっぱいあるわけですけども、それに放射線要素を飲ませると肺に非常によく集まります。そしてここから出てきたガンマ線でもって肺の転移を治してあげようということで、まあ、こういうふうにきれいにこう治っていくということ、まあ、こういったアイソトープを使った治療というのも行われているわけです。それからもう一つはですね、免疫療法っていうんですけども、抗体、もう抗原というのががん細胞にありますから、そこに抗体を投与するとですね、そこにこう集まっていくわけですけども、この抗体をですねミサイルとして使うと。でこのミサイルにですね爆薬としてそのアイソトープをくっつけてやろうということになるわけですね。そうすると、まあ、こういう抗原があるがん細胞に対してはやっつけることができますし、それから人間のがんというのは必ずしも全部が抗原を持ってないわけですけれども、放射線の場合には他隣の細胞もやっつけることができるということで、まあ、それはそういう治療したこういう症例ですけど、こういったここに腫瘍があるわけですけれども、これが今みたいな治療をするともうきれいに消えていくという、まあ、こういったそのミサイル療法というのも行われています。
それから、まあ、最近ではですね、骨転移に対して非常に骨の痛みがあるということで、まあ、こういったストロンチウムというのはカルシウムと同じような代謝をしますので、ストロンチウムの89というのを投与してあげて、がんの増殖を抑えることによって、骨の痛みを取ってあげようというようなことを行われています。でまあ、これは今の投与する前はこんなにいっぱい転移があったわけですけども、投与するとまあこんなにきれいになってくるということになるわけです。それで、まあ、放射線治療というのは非常に進歩してきましたので、今、まあ、この中でもその動物を飼ってらっしゃる方いっぱいいると思いますけども、まあ、こういう犬もですね、咽頭がんなんかに放射線治療が行われる時代になってきています。で、獣医さんの中でもこういうのを非常に一生懸命やってる人もいるようですね。で最後に、あと2枚だけなんですけども、今大橋先生もちょっとお話がありましたように、そのマスコミがですね、最初にその福島の事故があったときにですね、まあ、こういう絵を出しました。皆様必ず何回も見たことあると思いますけども、でその説明をしたらどうやって説明したかというと、そういう CT やなんか撮っても、まあ、こんなに被爆するんですよ ところが今福島のレベルはここですよと、したがって非常に安全なんですよというような、そういった説明を多分したんだと思います。まあ、それは確かに、まあ、受け入れやすいいい説明だったんですけども、まあ、非常にその冷静に考えると、じゃあなんでこんなに被爆してるんだっていう放射線診断とか治療でですね、そういう不安が非常に患者さんの間に出てきました。で、この医療被爆というのはですね、ある線量以上当てちゃいけないという基準がありません。それはコストとベネフィット、それから費用対効果を考えて決めればいいという、患者さんの同意を得て決めればいいということなので、ここへちょっと並べたこと自体がちょっと問題だったのではないかというふうに思います。で、このじゃあその医療被爆、1年間にですね、その外国と日本で被爆、いろんな被爆を受けてますけども、その中でどのくらい医療被爆を受けてるのかっていうと、日本人はですね、実に全体の被爆の 60% がお医者さんに言って被爆を受けてるんですね。お医者さんに行ってですね、 CT を取ったり X 線を取ったり。ところが欧米ではたかだか 20% に過ぎません。で非常に日本人はその核だとか、それから放射線に非常にその恐れを持ってるわけですけども、お医者さんに行ってこう診断を受けるっていうのにはあまりにもこう今まで寛容だったのではないかというふうに思っていますし、それから全世界のですね、医療被爆の4分の1は日本が作り出しているというふうに言われています。まあ、そういったことでですね、まあ、放射線というのは使い方によって非常に役に立つこともあるし、まあ、有害になることもあるということで、その辺をきちんと理解した上で、正しく怖がって正しく利用していただきたいというふうに思います。